どうも、吉谷です。今回ですね、鹿児島合宿についてお問い合わせいただきました。はい。鹿児島合宿ですね、まあ、お問い合わせいただいた理由としては、まあ、直近でですね、大学生の子が、鹿児島まで来まして、大学生の子はですね、合宿ではなくて、1日コンサルになります。大学生の子は1日コンサルで、1日5万円で僕やってますけれども、メールいただいて、東京でも鹿児島でもどこでも行きますということで、で、ちょっと会ってコンサルしてほしいみたいな感じだったんで、まあ、1日5万からやってますよってことで1日5万払って12時間かけて来ていただいたんですけど、一応まあ鹿児島のね日帰りは結構きついので、まあ、ここ止めましたけれども、まあ、基本的にまあ、大学生の子はそんな感じでしたね。で、鹿児島合宿なんですけども、今年ね、結構やりましたね鹿児島合宿。ありがたいことで鹿児島までわざわざこう来ていただくれる方がねいて、嬉しかったんですけど、この前ね東京帰って、まあ、無料の対面セッションとかもやって、まあ、今回もね対面でセッションしたんですけど、やっぱね対面で、まあ、長時間、まあ、合宿ってなると、まあ、4日5日6日、7日みたいな感じでこうやっていくので、まあ、長時間、まあ、他の合宿って多分1泊2日とか2泊3日だと思うんですよ合宿って。で、僕の合宿って4泊とか5日とか6日とか、まあ、その日その人に合わせてやりますけど、大体結構長いんですよね。で、その長い時間やっぱねパワーめちゃめちゃ使うんで、あと僕がやっぱ縛られる、どうしても縛られちゃうっていうところがあるので、鹿児島合宿をですねやらないということに決めました。はい、鹿児島合宿をやらないです。もうやったかなっていう、もう実際に鹿児島までね、来てくれる人いるのかなと思ったんですけど、まあ、ずっとねこう発信したことによって、まあ、わざわざね鹿児島まで来ていただけるんだっていう結果を僕はもう知ったんで、ああじゃあ大丈夫、なんか、まあそれでいいかなっていう。だから2019年はですね、もう自分のやりたいこと、まあ今日実はライブ放送したん、朝にね、朝6時ぐらいに起きて、でもうライブ放送したんですけど、今日の朝のライブ放送でもちょっと言ったんですけど、より自由に生きるっていう、より自由に生きるっていうのをテーマにちょっと少ししようかなっていう。まあライブ放送もね、3年ぐらい、23時放送でやってたんですけど、やっぱ、だいぶ耐えたかなっていう、つらかったんで、なんかネットビジネスって、自由にできるっていうのが、まあ、メリットじゃないですか。うん、で、まあこう、まあ、ぶっちゃけ、まあもうぶっちゃけてるんですけど、ぶっちゃけてるんですけども、結構もう最近ぶっちゃけてますけど、まあその僕が鹿児島来た時ですね、借金背負ってマイナスからスタートしたわけですね。前の会社の、社長の時に負債というかね、売上上がんなかった時に自分の貯金全部会社に貸し付けして、でそれでも回んない時があって、まあ銀行と消費者金融、全部回って、借り入れして、それも会社に貸し付けた分が結構な額あるんですけど、まあその額の、まあ、マイナスをそのまま背負ったまま鹿児島に来て一人で始めたんですけど、まあグループ会社の社長、まあグループ会社の社長なんですけど、まあグループ会社だったから辞める時にですね、生産して会社にね個人で貸し付けてるお金がこんだけあると、だから返済してほしいっていうことを言ったんですけど、まあ、それはまあ社長の責任だみたいな言われて、はいみたいな、まあ、いろんな考え方ありますけどね、まあ、そう、じゃあグループ会社としてやってる意味は何かあんのかなみたいな、まあでも社長の責任って言われれば確かにまあ社長の責任なんですよ。社長っていうのは全責任をケツを拭くっていうのが社長の責任なんで、だから言われたのが、お前それを乗り越えられない、それを乗り越えられないぐらいだったら一人でやってけんぞこれからっていうふうに言われて、まあ僕はね腹くくって鹿児島に来たんですけど、それでまあ確かになと、まあこれ、まあ、ピンチはチャンスって言ってるんですけど、まあそれを乗り越えられないとまあダメだなっていう、まあ、腹くくってきまして、で鹿児島合宿を作った理由も実はその売り上げ作るためですよね借金があるんで、まあ、だいぶ落ち着、あとそのやらないっていう理由にもだいぶ借金の方落ち着いてきたっていう理由もあります。うん、はい、だいぶね2年頑張りました。2年ね頑張ったね。
でそういうのもあるんですよ。だからお金のために働くっていうか、うん、まあ合宿はね楽しいですよ、楽しいですけど、やっぱその自分の時間がやっぱずっとね、パワー使うし制約されるっていうのがあるんで、うん、やっぱその僕が教えてるのってネットビジネスで、うん、自由になりましょうっていう話をしてるわけですよ。っていうか僕はネットビジネス以外自由になれないんじゃないかなと思うんですね、僕はですね。もちろん会社の社長になって人を使って人を回して自分は自由になるっていうこともできないことはないですけれども、自分が社長を経験して思ったことが、人を使うっていうことは人に対しての精神的なストレスリスクもあるっていうことが分かったので、もうたった一人で自由にビジネスをして好きな場所で好きな時間に好きなだけやるっていうのはインターネットしかないんじゃないかなっていう。だからそれを僕は教えたいですし、だからそれを教えるためにより自分が自由になって楽しくワクワクして発信していくっていうのがベストかなっていう。なんかそのお金のために辛いこと、もうお金のためにねやらないといけないことももちろんありますよね。そんな社会甘くないんで、まあ僕もね借金まだ残ってますから、まだ残ってるんで返さないといけない部分あるんですけど、だいぶちょっと目処立ってきた部分もあるので、うん、これからはですね、自分がやりたいことをどん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 やっていきたいなっていう。まあ世界にも行きたいですからね、世界にも。なんか鹿児島合宿で長期間のその対面セッションっていうのはもうやめます。でもし仮にまあね、売上をこう、まあ売上目標っていうのも作ったりとかする場合あるんで、今年はまあ3000万ですけど、まあそれはね最後ドリアカ売るんでそれでなんとか上がるかなっていう。うん、まあな何人だ、6人ぐらい買ってくれればもう達成するんですよね、実は。ドリアカ6人か7人買ってくれれば達成するんで、もし6人か7人買ってくれなかったら他の商品売ればいいんで、まあそれは考えますけど、まあもう売上目標もねほぼ、まあ、達成するんじゃないかなっていうところで、まあ達成しなかったらしなかったで他の商品売ればいいだし、まあまあ、僕の中でスケジュールもあるんで、コンテンツ販売のね、うん、だからまあより自由に生きるっていうことを僕は今日ね決意の朝にみたいな感じでライブ放送をちょっとしたんですけど、まあ、より自由に生きる、うん、っていうとこ決めたんで、鹿児島合宿はですねもう、やらないということを決めました、うん、そうですね、はい、あとは、うん、2019年はですね、バイナリーツールの販売と、ワシズロボット、こちらの販売が結構メインに大きくなってきます。まあ、ぶっちゃけ言うと、ドリームアカデミアも2019年値上げするので、入れる人が多分少なくなるんですね。じゃあ入れる人が少なくなるので、まあ、売り上げもね、他のコンテンツ販売をしていかないといけないですよね。で、その中で、まあバイナリーオプションのツールと、ワシズロボット、この販売っていうのが来年、とあとはあと DC4 クラブですね。DC4 クラブっていう月額サービスですね。ずっと僕、この2年間単発売りしかしてなかったんですけど、来年からその月額サービスをやるっていうことを決めてるので、まあその3つ、まあ他にも単品で売ってきますけど、うん、まあそれをちょっとやっていこうかなと思ってます。だからそこに、注力を注いでいくということで、鹿児島合宿はですね、まあ来たいって言っていただける方とかね、こう、ありがたいんですけれども、まあ、自由にね、僕も何のためにビジネスしてるのって話で、もちろんね、人のためにとかね、これはね僕はね悪いですけど、人のためにとかそういうのは僕綺麗事だと思うんですね、うん、自分がより幸せにならない限り他者還元はできないと思ってるんですよ。だからライブ放送でも23時放送してましたけど、しんどい、本当にしんどいんで、やっぱしんどいと、ああしんどい、質問くださいって、質問ねえな、質問くださいってなっちゃうんですよ、うん、だけど今自分の好きな時にやってるから、いや話せるんですね結構。だから自分が満たされてないと、それをやっぱ分け与えるっていう、与えるっていうことはね、やっぱね、もし自分が満たされてない状態で与えることができるのであるならば神の領域かなっていう、うん、もちろん踏ん張らないといけない時もありますよ。僕も踏ん張ってきましたから、うん、でもそれは我慢ですから、だからずっと我慢は難しいですよ。だから僕も借金があって、ずっと言えなかったし、その鹿児島来た時に借金があった状態からスタートしたなんて言えなかったし、で踏ん張ってきました、ずっと踏ん張ってきて、で
毎月の返済どうしようみたいなところで悩んでた時もあって、でも動画では明るくね、どうもみたいな感じで言ってましたけど、裏ではねもうヒヤヒヤもんでね、まあそのこの前東京帰った時にあやさん、塾生さんにあやさんっていう人いるんですけど、そのあやさんがね、あの塾入ってくれた時の月は、まあこれあやさんにも言いましたけど、もうねお金もうマジでなくて、もう全然ないんですよ。で塾1本売らないと、まあ、返済できないみたいな。でしかも月末、しかもそれがもう月末だったんですね。もうこれ売らないとマジでこう返済できねえぞってなって、で最後、まあそのあやさんっていう人がピッて出てきて、あこの人金持ってるからもうピンポイントで攻めるぞみたいな感じで、あのセールス動画をね、あのして、で現金一括でね入っていただいて、その現金一括で振り込んでいただいたお金がそのまま借金返済に流れるっていうねまあよかったみたいになりましたけど、そう裏では耐え、もうだからもう自分の耐えるっていうのはね、まあね、あのもうまあ我慢すること、忍耐とかは大事だと思います、非常に大事だと思いますけど、やっぱまあ自分が満たされてないと、やっぱいい還元、いい与えるっていうことは、いい影響を与えるってことはできないんじゃないかなとは僕は思ってるので、より自分が幸せに生きる、より自分が楽しく生きる、自分のライフスタイルを確立していくっていうことで、まあ鹿児島合宿はですね、まあパワーも使うし制約されるんで、自分の人生という時間がね、だからまあ今後はその鹿児島合宿はやめます。まあ、なんかのね、あの企画でね、またなんか来年もしかしたらやるかもしれないですよ、企画で。ただね、多分やらないですね。だから、まあ、先ほども言ってましたけど、鹿児島合宿をやらなくても売り上げはある程度立てられるようになったかなっていうところです。そう。な感じですかね。はい、ということでね、そう。あの一人だけね、モーリーっていう子が塾生さんにいるんですけど、そのモーリーはもうあの今年の11月に鹿児島合宿来る予定だったんですよね。だけど、まあ僕の事情だったりとか、モーリーのね、あのプライベートの事情で来れなくなったんで、まあ、お金はいただいてるんですけど、まあ、その時にいろいろお話しして、来年でもいいですかみたいな話になったんで、多分そのモーリーがね最後の鹿児島合宿の参加者になるんじゃないかなと思います。もう鹿児島合宿はやらないですね。鹿児島合宿はやらないですね。はい、ということは吉谷さん、熱海合宿とかなんちゃら合宿はあるかもしれません。まああのね、久保さんっていう方とね、あのもう一回その熱海合宿、前熱海合宿やったんですけど、ちょっとリベンジやりましょうみたいなオファーもちょっともらってる部分もあるので、鹿児島合宿はやらんけども、他の合宿はなんかそのジョイントしてどっかの施設で泊まって1泊2日、まあ普通の合宿って1泊2日ぐらいだと思うんですけど、まあどっかの施設借りて、とあのこの前もね熱海合宿やった時はその研修施設ですよね、そこ借りて合宿やりましたけど、であとね、そう、まあ、一応まあこの鹿児島の事務所って僕のプライベートプラス事務所みたいな件なんで、そう、まあ男なんでいいんですけどね、別に男なんでいいんですけど、そう自分の部屋になんか1週間とかね、そうプライベートの、まあプライベートの空間なのにプライベート空間じゃなくなるじゃないですか。プライベート空間だけどプライベート空間じゃなくなるんで、なんか結構パワー使うんでね、まあそこはちょっとご理解いただけると嬉しいかなと。鹿児島合宿はやらないですけどね、鹿児島合宿はやらないですけど、何々合宿はやるのかもしれないです、はい、だから当分鹿児島合宿はモーリーが最後かなっていうところですね、はい、ということで、そう1日5万はやっても、あの1日5万は予定が合えばね全然やってもいいですよ、1日ですから。あの大学生の子も1日5万のやつで来たんで、1日5万払ってても大学生みたいに、その12時間かけてね、吉田さん会いたいですみたいな、5万払って交通費かけて、1日でもいいんで会いたいですっていうのは全然いいです。1日ぐらいだったらね、まあ僕も予定作れる、スケジュール合わせられるだろうし、まあ1日ぐらいだったらいいかなっていう、
まあそんな感じですね。はい、ということで、鹿児島合宿について、お問い合わせいただいた内容について、回答させていただきました。ありがとうございます。